嬉野市の嬉野温泉街で20日、情緒豊かな温泉街を PR する湯煙広場の落成式がありました。落成式には谷口太一郎市長ら嬉野市や観光関係者およそ20人が出席しました。テープカットと看板の除幕が行われたと同時に、およそ80度の源泉が注がれ、広場には湯煙がもうもうと立ち込めました。嬉野温泉ではおよそ50年ほど前までは湯煙がそこら中に出ていましたが、近年では見られなくなっていました。湯煙広場は日本庭園風の広場です。杉と竹でできた湯煙発生装置が温泉情緒を演出します。街歩きや観光客を出迎えるスポットとして期待されています。